前回の動画では奈良時代の都、平城京について見てきました。この都の発展に合わせて新しく通貨が作られたり、もしくは遣唐使を通して中国や朝鮮半島とやりとりをする中で、日本の文化や技術のレベルも上がってっね。人々の生活も豊かになってきました。 まあでもこういった豊かさ、文化とか生活のレベルが上がっていったのはやっぱり都に住む一部の力を持った貴族や豪族たちだけだったんです。普通の、奈良時代の普通の一般農民ていうのはまだまだ厳しい生活をしていました。その様子がこの奈良時代に編まれた日本で一番古い歌集、万葉集に歌われています。山の上の奥良さんという人が書いた 貧丘問答かという歌です。ちょっと見てみましょう。父母は枕の方に、祭主どもは足の方に囲みいて、憂えさまよい、かまどにはほけ吹き立てず、古式には蜘蛛の巣かきて、飯貸くことも忘れて、佐藤佐賀声は、寝宿まで来立ち呼ばいぬと。ちょっと古文なので難しいかもしれんけど、訳してみると、 父母。まあ、この人は、この話を言っている人は、この家の主です。まあ、お父さんなわけね。えそのお父さんの父母なので、おじいちゃんおばあちゃんは枕の方に、そして妻と子供、妻と子供は足の方に寝ていると。そしてこう、憂いさまよってる。うって言っているってことだよね。なので、この三世帯、おじいちゃんおばあちゃん、そして自分と奥さんと子供がみんな一つの家に住んでいると。そして住んでた家は、 こんな住居だったんです。これ見たことがあるよね。なんと縄文時代に始まった縦穴住居にまだこの奈良時代の農民たちは住んでいました。まあなのでこうやって木とか草で家を作ってそして地べたに少しの藁を引いて暮らしていたんです。そしてこの小さな家にさっき言ったような3世代が暮らしていたと。で、もちろん縦穴住居なのでかまどもすの家は同じ部屋の中にあるんやけど ほけ、吹き立てず。ま、要は、日の毛がない。お米とかは炊いていないし、蜘蛛の巣は張っている。ご飯も食べることも忘れてしまっているような状態やと。まあかなり厳しい生活やったわけです。それに加えて、佐藤さん。これ、律令制度のとこでやったよね。国司、軍事とあって、佐藤さん。まあ村単位での管理をする人です。その佐藤さんの声は、寝宿。寝ているところの塔まで。要は、寝てるような時間にまで家にやってきて、 税を納めろという声が聞こえるとなので当時の人々はその日食べるものにも困るような厳しい生活をしていたわけですそうなるとやっぱりこの厳しい生活苦しい生活から逃げ出したくなるへね自分に分け与えられた区分っていうのを放棄して逃げてしまう人もいたしもしくは税が課せられない税金を払わなくていい僧侶お坊さんになるような人もいました まあそういう人がたくさん出てきていたので、ハ田収ンの方によって分け与えられていた区分っていうのはかなり荒れていきました。で、さらに奈良時代、この時期には人口も増えていたので、国としても割り与える区分っていうのはどんどんなくなってったわけね。 まあそういう状況の中でなかなか税を確保していくのも農民たちが逃れていて厳しい。さらには人口も増えてきて区分田もなくなってきたということで政府は新しい政策を出す必要がありました。この奈良時代に2つの大きな土地政策っていうのが出されます。まず1つ目が723年の3税一新の法。これはどういう法律かっていうと 新しく開墾した土地を三代までは自由に工作できると。なので3代なので3世一心の方になってるわけね。これはどういうことかどういう目的で出されたかっていうと、それまでは自分で田んぼを耕しても自分のものにすることできなかったんです。まあもともとすべての土地が国のもの。高知、公民性なので当たり前っちゃ当たり前ねんけど、 これやと自分で新しい土地を耕して土地をどんどん増やしていこうというふうにはならんよねそこの部分を新しく自分が作った土地例えば山を切り開いて畑を作ったという,うにして土地を作ればそれは3代まで,でつまり切り開いた人とその子供とその孫までは自由に工作していい自由に田んぼを作ったり畑にしてもいいですよとそれを認めたのがこの三世一新の方法です ま、でもこの三世一新の方でも効果は十分ではなかったよね。どうせ三代終わって次四代目になると国のものになってしまうので、そんなに新しく開墾を進めよう。新しく田んぼとか畑を作ろうということにはなりませんでした。それを受けて政府は743年、根田永年資材法というまた新しい法律を出します。この法律、本当名前の通りで、根田耕した田んぼは永年。 ずっと、ってことだよね。資材法。それが自分の財産になりますよ、と。ま、あなので、開婚地。自分で耕した土地っていうのは、永久に私有地。自分の財産として認めるようにしました。ま、三世一審の方、根伝永年資材法。ここで耕された土地からも、土地からも、税っていうのは納めないといけないんやけど、この二つの法律が、ま、順番にできることによって、新しく土地が作られていくことになります。 特に力を持っていた貴族とか豪族っていうのはそういった区分殿を捨ててしまった農民とかを集めてこの土地を開墾させたよねそしてどん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 自分の土地を増やしていったんですそういう風にして貴族とか有力な豪族が自分で切り開いて作った懇田永年資財法のもとで作った土地のことを荘園と言います特に荘園っていうのは実は後で 別のバージョンが出てくるので、この頃の荘園のことを初期荘園とも言ったりします。こういう荘園っていう新しいタイプの土地が出てきたわけね。どういうことか。ちょっと整理をして説明すると、今までの公地公民性、反電収授の方のもでは、すべての土地は朝廷によって管理をされていました。 国によって管理されてたわけね。え、そして具体的にはそれぞれの地方に国があって、国司というのがいて、そしてさらに軍事がいました。で、軍事のもとにさらにさっきの貧丘問答会でも出てきた佐藤佐、理長というのがいたよね。理長ていうのがいました。こうしようか。そしてこの佐藤佐が管理する里の中に田んぼ、区分田っていうのがあったんです。 田んぼがありますよと、それを区分殿といったわけねこれが半殿収士の方のもとに割り与えられていましたで昔はこの区分殿だけやってんけど三禅一進の方そして根殿永年資材法ができたことによって一部の有力な貴族とかま豪族とかがどん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 この区分殿とかを捨てた人とかを集めて土地を耕していったとそしてそれは 朝廷のもとで、えっと、税は納めないといけないんやけど、自分の土地とすることができましたわけね。この有力な豪族とか貴族による土地。ま、なので、これを初期荘園と言いますよと。ま、なので、え、この高知公民性の中に区分伝の土地もあれば、え、こういった力を持った人たち、これは基本的には紀内地方、今の近畿地方の有力な貴族とか豪族でした。 えまあそういった人たちのもとに初期荘園っていうのが置かれてったと。まあこういう形になったわけね。まあなので全体としては区分年からも荘園からも税は納めないといけないので一応高地公民制の中には入っているかもしれんけどこれってそもそもの高地公民制を否定してしまってるよね。え元々と律令政治のもとで高地公民制やっていこうぜっていうふうになった時は それぞれの豪族、例えば蘇我氏とか物の部氏が自分の土地とか人民を支配してて力を持ってしまっていた。それを天皇中心の国づくりをするためにこれをやめて全ての土地と全ての人民を国のものにしてったわけね。それが高知公民制、律令制度の元にもなっていたわけです。それをまた新しくこんなもの、荘園を認めてしまったらまたこの人たち力を持つようになってくるよね。 まあなのでかなりこの奈良時代の時点でもすでに高知公民制律令政治の仕組みも崩れてしまっていたんです。